宇宙世紀 00079 11月ジオン公国による独立戦争が転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。特務総長、緊急回線を。分かったわ、ハロ、回線つないで。了解了解。りょ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 、うかい。ハロー小隊長、ハロー小隊長。血を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけて。この先曲がり角になってるわ、警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。敵接近。行ったそばから MS-06 サーク戦闘開始よ。ディスプレイアシスト起動。この線
狙い。今はあなたよ、小隊長。ロックオン、敵をロックオン。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除する。特殊格闘やってみろ。特殊格闘ザテルヤ。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。この技乗るな。ザク落ちる。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。招待状チャンスよ。ついっ投げ切り、お見事投げ切り。問題ない。くそ。2号機、3号機の援護に回って、小隊長。ザ！ていっ！ほらよ。落ちる！敵モビルスーツの全滅を確認。さあ、どんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。あ、情報の崖に敵機。ロックオン対象は切り替えろ。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。増援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。またね。勝ってしまった。これはどうだ。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿がまるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ガブだよ。敵が多い。ガールを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。全滅。小隊長撤退を。囲まれてる。無理、撤退無理。こりゃ覚悟を決めるしかねえか。足を止める。そこだな。みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。終わりはしない。上からもバンバン撃ってく。ロックオン狙撃しろ。ロックオン打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部応答してください。こちら独立構成機械化技術支援小隊ギャザーロード隊。おかしい、このオデッサには連邦軍が私たちに存在していない。
敵とダムで撃破。新たな敵へ。なんだ、冗談だろ。大量大量、どこにこんな戦力が。敵撤退を。小隊長危ない。緊急ブレイクアウト処理実行。宇宙世紀0079オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後でブレイクアウト。発見、イレギュラーデータ発見、エラーデータ隔離完了、ブレイクミッション放棄、申請了承、申請了承。SACRA/1351 ジェネレーションシステムスタンバイ。ガンダム、ガンダム。追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、リノ特務総長祈祷します。アムロ総長は、奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任せてください。今のブレイクノア注意、私たちホワイトベース隊なの。ザ・テリア。おっと、今度はジオン軍の通信応募時。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ダルタイ。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめを。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラルタイって、ガンバラルタイ。どうやって防御したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラルタイはオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。モビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ、遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。フライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。ガーン、
木馬を落とす。抜かれないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。別のモビルスーツに変わった。甘いな。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻る。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ミノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなった。ごちゃごちゃうるさいな。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。クソッツレ、どうだ。当たれ。うざ、楽しいな。キャッ、いやテルヤ。どうしたバルバトス。オルガ、俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。そうよね、通信もつながらなかったし。他の隊員さんたちはオデッサで解放されたんだってば。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんとユノ姉さん、あとはハロ君だけだからね。ハロユノ、ハロユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル。この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着けユノ、脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ1年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない。未来とはちょっと違うよ、さっきの戦いの。あ、確かに未来じゃない。ランバラル隊はオデッサ作戦の開始前にせ、それよ。パニクってる私たちと違って、初めからずっとそうだったの。さすが小隊長さん、いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰。私の所属は。なっかい、それが名前なの。じゃあ
SACRA サクラスラッシュ、サクラって呼ばせて。サクラ、サクラスラッシュ、これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項はまあ大丈夫でしょう。特例コード名、リネーム完了。ハローサクラ、ハローサクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。これは冗談じゃなくて、シミュレーション意味不明。まるでさっきの戦いが。さすが冴えてるね、ヒロ姉さん。だからこそ腕利きのモビルスーツパイロット、小隊長さんも一緒にね。え、コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。人格のデジタルデータか。記録、詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれた。その管理システムっていうの、小隊長さんもね。バルバトス、ガンダムバルバ。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう、でも小隊長はともかく、こっちにあるのは、ああ、そのギャザーロード大使よ。ああ、でもご心配なく。通常データが不安定とか言ってたけど、原因がわからないんだよ。でもでも二人さん、ご安心。なんとジオン広告軍の待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ。ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビル。小隊長、モビルス、あ、いい機会だから、モビルスーツの並走や。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化し、 MS 解析率を上げれば。小隊長、確かめろ。ほう、ハロ先輩いいこと言った。これで機体の強化改造や。最後にブレイク現象について聞いて。それだけとは限らないよ。本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻る。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星ポストディザスター、木星船団に乗り込むよりは近いと。大丈夫だって、ヌ姉さん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の。そのブレイクミッション、イエス、ハロ君を操作すれば。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史、他のパズルに紛れ込んだ。サクラ、私たちには自分、他の人が巻き込まれるのも。それだけ正確
なデータということ。問題はそれを管理システムの方に確認。ミッション選択、ミッション選択。私たちが知らないポストディザスター。そうだ、この歴ビームが聞きにくいってこと。じゃあ正解、ビーム兵器を持ってない。あのとんでもないガンダムに対抗するのに。ガンダム対ザクは伝統だからね。
ハロ君がミッションを検索してくれてるか。このブレイク修正を完了させれば、大丈夫だ。 AI なんだからそこははっきりしなさ。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだ。この間に次のブレイクミッションの舞台、ガンダムバルバタス自立型無人兵器モビル。というわけで今回のミッションは、火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表。なるほど。エドモントンっていう土地だよ。裏で対抗馬たちな。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、その中心には私たちの位置は。団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガに賭けてる。だからオルガも賭けてみなよ。俺たちに、鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長。敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとな、ミカ。頼んだぜ、みんな。よし、ここは鉄火団ですか。頑張ろうね、小隊長。ちょっとまずいね。ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。私たち以外の鉄火団員が確認できないんだよ。え？じゃあ前線にいるのは小隊長と三日月くんだけ。そうなるの。ブレイク現象確認。これって DO のオズ仕様。アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。街に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。小隊長さん、全滅させて。ここでリムーブしなきゃ。直撃させる。当たれ。ここで全部終わらせる。ガンダムバルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。ユノ、何？そうか、今は同じ隊員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリスは？何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象で手術がずれてる。かわせるか。くらえ。てりゃーかな。ギュッザ。出てこなければよかったのに。
とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にノビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ？違うよ、これはガンダムエピオン、マスターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーロユイ君じゃない。ライトニングカウント、6番目の男、ゼクスマーキス2級特化だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出す。システムエピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う、この申し出を受けざるを得ない。ガンダムのパイロットとして。だからいいってそういうの、どうせあんたは消えるんだしさ。私の命の見積もりが甘かったことを証明してみせなくてはな。しかし惜しいな。邪魔だ、押し通る。セブソーとは貴重なものだ。全力で戦わせてもらう。ガンダム、私の挑戦を受けてくれるな。戦争、ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火弾にオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来、ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者の未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者を直結する荒屋敷システム、この辺りのデータが干渉し合ってるのかな。そんなものがどうしてガンダムなんだっけ。いえ、ガンダムだからこそなの。だ、問題ない。行けよ。まだ動く。ああ、イライラする。遅いな。まだだ。戦争とはその目で見るのだ。戦いがいかに汚く卑劣であるかを。好きだ。うざいか、惜しいな。一駅に飛び込む。敵はとんでもない怪物を送ってきたものだ。戦争とは非常の。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは。バトラー、三日月くん、さくら、ブレーク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。
ミッション発生。了解だよハロ君。 DO にガンダムエピオンとくれ。どうすればブレイク修正は完了するの？次々に別のエドモントンでランバラル隊のグフと出会えれば。以前ガンダムバルバトスと入れ替わった。イエスだよ。怪しいのはオペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかない。